今日は伊豆の沖磯に来てまして、まあ、瀬渡しで沖磯に乗ってで、ロックフィッシュですね、ハタ族、はい、赤ハタとオオモンハタを狙いたいと思います。まあ、できれば大きいオオモンハタ40アップ1本取れればいいかなと思いますのでよろしくお願いします。では出船なんで行ってみたいと思います。今日は、ハタなのでロッドが、ブリストベンダバールの 10.1M ですね。長いロッドになります。で今日つけてるのが今つけてるのが、リールがダイワさんのスピーズ ATW ですね。で、ラインが 1.5 号 P の 1.5 号でリーダーが25ポンドになりますね。はい、じゃあ沖磯渡ってきまして朝一これから1投目始めたいと思います。最初は一応大門旗狙って、スイミングの釣りでやるのでまあジグヘッドリグですね、30g のジグヘッドにこうシャットというのを、ね、つけて、はい、でこれもう巻き巻きしていきたいと思います。では始めます。もう釣り方は簡単ですね。もうぶん投げてそこを取って巻く以上ですね。もう超単純です。でまあ旗釣り基本的にはやっぱボトムをまず意識してやる釣りなので、巻きにしても一回ボトムを取ってっていう風になるので、まあただ長くて強いだけじゃなくてボトムをちゃんと感知できるある程度の感度とかっていうのが必要になるので、そこを意識してこの竿はちゃんと設計されているので使いやすいものになりますね。まあ浅間詰めなんで、まあ、一つのチャンスタイムなんで、正面もすごい潮が動いててもうぐっちゃぐちゃになってるので潮目みたいにぶつかってよれてるようなところを中心に狙っていきます。まあいれば正直あっさり食ってくることが多いですね。今投げてるのはこうジグヘッドなんですけど、 30g ってまあ重たい、ウェイトとしてはすごい重たいんですけど、まあ、正直投げづらいです。ジグヘッドってこうヘッドがフロント側に重量があるので回転しやすくて、すごい投げづらいので、まず投げやすくする工夫として一つ目、まずスナップですね。スナップってこう巻いてるときこっちで、投げるときちゃんとこう後ろ向きに稼働してくれるので頭向こう向けて飛ばしやすいので、まずスナップ必ずつけるっていうことと、で飛行姿勢はちょっと不安定なものが多いので、まあ気持ち普段よりはメタルジグとかバイブレーションとか投げるような時よりはブレーキは若干強めになりますね。はい、で今はこれダイヤルが3番でやってます。3番、まあスティーズ A だと、はい、今はとりあえず3番でやってますね。でも振り抜かれ、なんかちょっと振り抜くっていうよりは飛行姿勢を安定させてあげるようなイメージで投げてあげて、サミングとかもちょっと親指当てがうような感じで優しくやってあげた方が逆に飛距離が伸びるかなっていう、ジゲットに関してですね、イメージがあるので僕はそういう風に意識してやってますね。はい、じゃあ一応
今ちょっとさっきまでジグヘッドでやってたんですけど、テキサスリグに変えて、やっていきたいと思います。で、まあ、ジグヘッドはもう完全に上のレンジを巻き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 もう横方向に探るんですけど、まあ、テキサスも基本的には横方向の動きを意識 してやるんですけど、まあ、ちょっとレンジ下げてボトム寄りな感じで、はい、まあ、大門旗、あくまでも大門旗も狙うんですけど、赤旗も少しだけ意識して、はい、どっちも兼用して狙うような感じですね。それでやっていきたいと思います。なんですよね、テキサスは飛ぶんすよ抵抗がないのでやっぱりフグです。尻尾が三日月になっちゃったんですけど、はい、だこれが今かじられてペッてフグにかじられるのもちゃんと今手元までブル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 伝ってくるので、はい、それだけの感度はあるっていうことですよね。はい、よし来た。あんま大きくないなファーストフォールでしたね。ボトム取ってボトム着底っていうかもう最初のフォールで食ってました。今なんだろう、なんでしょうか。赤旗、赤旗ちゃんです。かわいいイエーイとりあえず1本目釣れましたはい、とりあえず1本目ちっちゃいですけど赤旗釣れました。で、さっきからずっとジグヘッドでやってて、テキサスで1段レンジ下げてやってたんですけど、それでも当たりがなくて、今ちょうど釣れたところにさっきなかった潮目ができたので、ちょっと打ってみましょうって言って打ってみたら、もう一発でもうファーストフォールですね。もう投げて最初のフォールでもう食ってたって感じで、はい、一応ちっちゃいですけど、とりあえず、まあ、本命の一つ一本取れたので、はい、サイズアップ目指して今後もやっていきたいと思います。はい、じゃあこの子はちょっとリリースしましょう。お帰りいただきます。あらあらった、あった、いけ、持ってけ。よっしゃ、来た来た。あー、もう巻かれてる。出てこい。よし、できた。やばいやばい、このもう生え根に。よし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 出た。ちょっとサイズアップ、よいしょ、はい、取ったうわ、超ギリ、危なかった。皮一枚っす。はい、取れました。ちょうど30センチちょっとぐらいですかね。グッズサイズの赤旗っすね。本当にそこの今生え根が出てるんですけど、もう手前落として、スリットみたいに V 字に切れ込んでるところがあって、その一番下まで落としてった時にドンって入った感じですね。
釣れたところも、もう足元からハエネがもう張り出してるんですけども、そこのまあハエネ越しにあの、まあ、ルアーの操作もあのかかってからのファイトもあの行うので、絶対にこう長くてもうリーチが長いやつ、もう打点を高くしなきゃいけないので、やっぱこういう10フィートクラスのロッドっていうのが絶対有利です。であのただ長くしてしまうとやっぱりいろんなところがあの感度とかそういうものがもっさりしてしまうので、絶対それをちゃんとシャープにあの設計しているのがベンダーバールなんで、はい、もうそうですね、もうベンダーバールのおかげで取れたって言ってもいいかなと思いますね。はい、ナイスフィッシュでした。はい、今回使用しているタックルの説明をしたいと思います。今回使用した竿がこちらですね、ブリストベンダーバールの 10.1M になります。で、まあ、スペックでいうと、長さが 10フィート1インチで、まあ、M クラスのパワーになりまして、まあ、ルアーウェイトですねが、8から50グラム、まあ、上で50グラムまでの竿になります。で、旗釣りにまあ必要な、まあ、求められる竿なんですけども、まず第一に飛距離ですね。飛距離がいらない場面も少なからずあるんですけど、まあ、今回も結構手前で釣れたことが多かったんですけど、必ずやっぱ飛ぶに越したことはないですし、まあ、飛べば必ず竿抜けポイントっていうのを直撃できるっていうのが絶対にありますので、まず飛ぶことですね。で、まあ、あくまでもボトムの釣りになりますので、あの大門旗の巻きの釣りにしても必ず一回ボトムを取って、ボトム感度っていうのが必要なので、まずボトムの感度と操作性になりますね。でもう一つが、パワー、まあ旗すごいめちゃくちゃ引く魚なので、ちっちゃくてもすごい引きますし、引くんですけども問答妙で剥がしてこなきゃいけないので、やっぱり旗族のパワーに負けないロッドのパワーっていうのが必要になります。でもう一つ、これ結構伊豆半島の、まあ、磯では特になんです、特にですし、まあ旗釣り僕全般それ必要だと思うんですけども、長さになりますね。で、あのロックショアでやる場合って絶対手前にハエネだったり、まあめんどくさい障害物っていっぱいあるんで、それをかわさなきゃいけない場面がすごい多いです。でそれをやるときに単純なロッドの長さもうリーチがあるっていうだけで、それがもうアドバンテージになります。なので長くてシャープでパワーのある竿で、これがもう絶対条件なりますね。で、まあ、このベンダーバール、ブリストベンダーバールっていう竿に関しても、別に旗用ではないんですけども、長くてシャープでパワーを持たせるっていう、もうこの3点がもうメインコンセプトで作ってる竿なので、まあ、結局マッチしますよっていうことで今回はこれを使ってますね。それと、まあ、これ副産物みたいなものなんですけども、このベンダーバール 10.1 ってあの3ピース構造になってます。フィッシュマンの竿結構3ピース多いんですけども、10フィートの、まあ、3分割の3ピースになりますので、あの姉妹寸法がですね、まあ、ここで抜きまして、見えますかね、これ、まあ、約1メーターになりますね。で、ここの、まあ、僕のホームにするこの伊豆半島の磯なんか特にそうなんですけども、まあ、今回沖磯だったので、まあ、そんなに気にならなかったんですけど、 G 磯にエントリーするときって もうものすごい険しい道のりを行かなきゃいけない場所がほとんどなんですよ。でもう本当山道を何時間も歩くとか、あのやぶこぎをするとか、もう崖を降りていくとか、そういうことが ものすごく多いです。でその時に10フィートオーバーの長い竿っていうのは単純に2ピースとかだと姉妹寸法が長くなってしまって、もうやぶこぎする時とかすごい大変なんですけども、3ピースちっちゃくなりますんで、そういうところにもうガンガン突撃していけるっていうのがもう一つのメリットになります。昨日は晴れてたんですけど、今日はちょっとこう曇天で、雨も朝だけちょっとたまにパラつく程度なんで、釣りには問題ないんですけど、昨日とはなんかまたコンディションがちょっと違いますね。まあ旗釣りに関してはあんまり関係ないんですけどまあ何か昨日とは違う何か変化があればいいかなと思いますね。じゃあ朝、今準備できまして、今からやりたいと思います。とりあえず朝一はジグヘッドで大門旗、スイミングの釣りで、レンジ上にして、大きいやつ狙っていきたいと思います。じゃあ行きます。
かパッと見ベイトフィッシュが全く見えないです朝来た時よりピターって感じですもんね。なんか今この溝と向こうで向こう側からぐるーっと、ま、回っていく潮がここでこうちょっと反転流みたいになってるんで、その位置をゆっくり打っていく感じですね。おっしゃ、あー抜けた。ちっちゃいっすね全然持ってかないもんちっちゃいんでしょうね。ちっちゃいんすね多分よし、やります、やりますせい。当たった、当たった。おっしゃー抜け、出てこい出てこい出てこい、よしよしよし、当たったー、よいしょ、穴が開いた、うい、当たったー、ちょっとサイズアップまあこれも本当に手前の本当に早寝際で出て、やっぱりこうロングロットの利点であのリーチを長く取ってあの浮かせ切ることができたので、そうっすね、まあなかなかちょっとサイズ的にはね、あの最低限これぐらいついたいかなっていうサイズなんで、まあはい、良かったと思います。ごめんね高くて、バイバイ、ありがとう。え、潜ってきましたね。今のもでも潮が向こうこう右から左に流れてて、やっぱそのぶつかる当たる面の際って感じですね。釣れたの難しい。あれ持ってけ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 持ってってよ、持ってけ、食い込まない食い込めよ。おっしゃ食った抜ける抜ける、よし、はい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 、あ兄弟だなよいしょ、はい取ったはいもう完全に同じ場所まあワームがちょっと今大きいの使ってるのでやっぱり食い込みが悪いので、まあでもあれですよね、映像で撮れたかな分かんないですけど、やっぱりベンダーバールのティップこうクククって入っていく感じで食い込ませて食い込ませて食い込ませてドンっていってね、ちゃんと乗ってくれて、はい、撮ることができました。これ嬉しい一本ですね。はい、今回の、まあ、沖磯畑を振り返りまして、まあ、正直あの状況は決していいとは言えない状況だったと思います。正直ですね。で、まあ、ベイトフィッシュは、まあ、ある程度は確認できたんですけども、やっぱり大物畑は、まあ、結局出なかったですし、ただ結構赤畑に関してはやっぱりちゃんと突き場を正確に見極めて、まあ、こういう時ってやっぱり本当に一級のポイントにしかつかないので、流れの当たる面だったり巻く面だったり、あの正確なピンスポットを見極めてそこにしっかり落とし込んでいけば、ちゃんとある程度答えが返ってきてくれるかなと思いますね。で、まあ、この旗釣り、まあ、全般に言えるんですけども、
非常に頭使います。やっぱりもうその時の状況を、まあ、毎回毎回刻一刻と変わるので、それをしっかりと読んで正確なポジショニングを、魚のポジショニングを見極めて、そこに正確に量を落としていくっていうものと、すっごいスケールがでかい海の中からそれを見つける宝探しのような要素があって、すごいゲーム性が高くて面白い釣りです。でそこまで繊細なことをして、やっと食わせた、やっと食わせたら、そこからは逆にもうゴーラオラのパワーファイト、すごい楽しいです。はい、でもものすごく引くのに、こっちもガン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 パワーとパワーでぶつかり合うような釣りになりますので、はい、ぜひとも皆さんやってみてください。非常に面白かったです。ありがとうございます。